陽子、離婚してくれ。私が洗い物をしていると突然夫の裕二にそう言われた。え、どうして？あまりにも突然のことに私も驚く。実は近々3億円が手に入るんだよ。すごい大金だろ。でもこれは俺のものだ。お前に渡すつもりはない。それが離婚とどうつながるのよ。俺が今まで陽子といたのはお金のためなんだ。お前の給料はかなり少ないけど、ないよりはマシだろ。だから仕方なく結婚生活を続けていた。でも3億が手に入ったらお前は用なしだ。一人でゆっくり暮らしたいから別れてくれ。いいよ。そんなにお金があるなら家も売り払っていいよね。家のローンもそれで払えるもんね。全く嫌がらずに言うので裕二は少しびっくりしていた。これで今までのうんざりした生活とおさらばできる。私はとある書類をリビングの机に叩きつけた。私の名前は陽子。子供が大好きで保育士の仕事をしている。友達の紹介で出会った2歳年上の裕二とは結婚してもうすぐ8年になる。子供ができることを考え戸建てを購入し、これから幸せな毎日が待っていると新婚の頃は思っていたのだが、結婚してからすぐ優しかった裕二の態度が一変した。だんだんとお金にうるさくなったのだ。結婚前は私の仕事を素敵な仕事だねと言っていたのに、陽子は子供と遊ぶだけでいいよな。こっちは必死で働いているのにいいゴミ分だわ。ひもってお前みたいなことを言うんだろうな。いつしかその言葉が彼の口癖になった。保育士だって大変だよ。子供たちは一人ずつ性格が違うし、何より命を預かってるんだよ。そもそも大変じゃない仕事なんてないよ。そう訴えても無視して聞いてもらえない。私は悔しくて悔しくてたまらなかった。結婚して8年経とうとしているのに子供がいないのもこれが理由だ。子供を作る暇があるならもっともっと働けと言われてしまう。もしかして子供を理由に仕事を辞めようとしているんじゃないだろうな。家のローンだって税金だってあるんだぞ。何を考えてるんだ。もう二度と子供の話はするな。そう怒鳴られて何も言い返すことができなかった。確かに裕二の方が年上だし、キャリアもあるから私より年収は高い。でもそこまで大きく差があるわけではない。ほんの数万程度しか変わらないのだ。それなのに毎回大きな顔をされる。私は自分の仕事に誇りを持っているし、毎日やりがいを感じている。だからこそ理不尽な理由で見下されるのは屈辱的だった。裕二の一つ一つの言葉が心に刺さって、一人静かに泣くこともあった。そして最近、裕二は断るごとに一人になりたいという。本当は俺一人でも生活できるんだけど、仕方なしに一緒にいてやってるんだ。それを忘れるなよ。なんでこんなに上から目線なのだろうか。おそらく裕二の残業が増えたことと関係しているのかもしれない。お前が真面目に働かないから俺が残業までして稼いでるんだ。少しはありがたく思ったらどうだ。そう責められることが多くなった。しかし残業をしているからといって給料が増えている様子はない。私も家計はこまめに確認しているからそれくらいはわかる。でも給料はそんなに変わらないよね。それなのにそんな大口叩かれても。それが逆鱗に触れたのか、裕二は今までにないほど怒り出した。今のこの生活ができているのは誰のおかげだと思ってるんだ。その気になったらお前を捨てることだってできるんだぞ。覚悟しておけよ。まるで脅しのようなことを言われてしまった。結婚前はこんな人じゃなかったのに。この一件以降、夫婦の会話はどんどん減っていった。そんなある日のこと、さらに私をどん底へ落とす出来事が起きた。お盆のタイミングで義実家へ行った時、
義母がお茶を出しながら、二人とももう結婚して8年よね。陽子さんは以前子供は早く欲しいって言っていたけど、年齢のこともあるし、子供は何人とか具体的に決めてるの？相談するなら今このタイミングしかない、そう思った私は口を開こうとした。しかし、母さん、俺たちは子供は作らないよ。陽子とちゃんと話をして決めたんだ。あら、そうだったの？そうそう、仕事でも家でも子供の世話なんて絶対嫌だって言うんだよ。え、ちょっと何言って。母さん、だからあまりそれについて触れないでくれないか。陽子もストレスになっちゃうだろうしさ。いや、そうじゃなくて。そうだったのね。確かに大変だし、二人でそう決めてたのなら夫婦二人でいるのもいいわよね。と言って義母は席を離れてしまい、私は何も相談することができなかった。帰りの車の中で、どうしてあんな嘘をつくの？私は子供が好きだし、欲しいのにあなたがまだいらないって言って協力してくれないんじゃない。お前がまともに働かないから子供作ってる場合じゃないのは事実だろ。俺と同じぐらい稼いでから言えよ。保育士って言うからもっと給料高いと思ってたのによ。ほんと外れ引いてよな。そんな言い方。そもそも俺は子供好きじゃないし、もともと作る気なんてないからな。子供なんて金がかかるだけだし、その分自分に使いたいわ。ショックを受ける私とは反対に、母と裕二は軽く笑った。仕事に私情を持ち込んではいけない、それはもちろん分かっていたけど、さすがに今回の件は引きずってしまった。子供というのはそういったものに敏感だ。私が担当しているクラスのあやちゃんが声をかけてくれた。陽子先生、どうしたの？なんか今日元気ないような気がする。ごめんね、心配かけちゃったね。私は大丈夫だよ。そう言って頭を撫でてあげる。あやちゃんはそこまで目立つタイプではなかったけど、歳に対してすごく大人びていて優しい子だった。おそらくとてもいい教育を受けているのだろう。大丈夫じゃない、だっていつもはもっとニコニコしてるもん。そんな陽子先生見たくないよ。悲しそうにそう言われる。こんな小さい子にまで迷惑をかけて情けない気持ちでいっぱいだった。もしかすると陽子先生のお悩みパパが解決してくれるかもしれないよ。パパはスーパーヒーローだから、いろんな人を助けてあげてるの。明日迎えに来てくれるから話してあげる。あやちゃんのお迎えにはいつもお母さんが来ていた。でも明日は忙しいからお父さんが保育園に来るという。私は大丈夫だよと言ったが、あやちゃんは紹介したいと聞かなかった。あやちゃんのお父さんは入園時に会ったっきりであまり話したことはない。だから少しだけ緊張していた。そして次の日、あやちゃんの言う通り、お父さんがお迎えにやってきた。お世話になっています、あやの父です。先生のことは娘からよく聞いています。楽しい時間を過ごしているようで本当に感謝しています。いえいえ、こちらこそお世話になっています。あやちゃんは優しい子ですよ。すごく丁寧な人だなという印象を受ける。でも事情を話すのは気が乗らない。ましてやかなり恥ずかしい内容だ。簡単に言えるものではなかった。先生がね、悩んでいることがあるみたいなの。だからパパに聞いてほしいんだ。あやちゃん、ありがとう。気持ちはすごく嬉しいよ。でも先生の気持ちもわかりますよ。たとえ知人でも言いにくいことなんてたくさんありますよね。ただ娘がすごく心配しているんですよ。何かあるならぜひ協力させてください。そう言って愛ちゃんのお父さんから名刺を渡される。その肩書きを見てびっくりしてしまった。でも今思えばこれが運命が変わる瞬間だったと思う。これをきっかけに裕二への復讐を決意したのだ。着々とその時のために準備を進めている私に、裕二は突然話しかけてきた。なあ、俺と離婚してくれないか。久しぶりに裕二が早く帰ってきて一緒に夜ご飯を食べた後のことだった。
洗い物をしていた私の手はそこで止まった。急なことで私が戸惑っていると思ったのか、ユージはにんまりと嫌な笑みを浮かべる。お前は嫌だろうが俺の気持ちは変わらないぞ。一応理由を聞いてもいい？大金が入ってくるんだよ。どれくらいの金額か聞きたいだろう。3億、3億だぞ。何も聞いていないのに、ユージの口は止まらない。今までお前と一緒にいたのは金が欲しかったからだ。俺に比べたらスズメの涙ほどだけど、ないよりはマシだろ。でも今の俺には3億円がある。だからもうお前は用なしなんだよ。さっさと別れてくれ。もう十分紐には慣れたはずだ。そんな大金一体どこから出てきたのよ。いろいろ言いたいことがあったが、まずは浮かんだ疑問をユージにぶつけた。そんなのお前には関係ないだろ。だってもう赤の他人なんだから。そう、わかった。それじゃあ別れましょうか。あまりにも潔く返事したのに驚いたのか、ユージは少しだけ驚いていた。ちなみにこんなちっぽけな家に今後も住む気はない。なんて言ったって俺には3億あるからな。この金を使って豪邸にでも住もうかと思っている。だからこの家も売り払うことにしたからな。いいよ、それじゃあ私もアパートを探すね。残ってる家のローンも全部払えるよね？そうだな、俺が全部払うよ。それくらい当たり前だろ。俺とお前じゃ立場が違うからな。それじゃあお願いね。私はそう言うと本格的に行動を始めることにした。ユージはテキパキ動く私を見て不思議そうにしている。そして荷物をまとめたりアパートを探したり、とにかく忙しい日々が続いた。ある程度離婚のめどが立ち、ユージと改めて話をする機会を設けた。家のローンの支払いはユージに任せる。この家ももう売り払う方向で話は進めてるから、今後言った言わないで揉めたくないから、そういうことをまとめた念書も作ってきたから、ここにもサインして。おお、そうだな。お前が後からぐちぐち言わないようにな。どうしてユージはいつも一言余計なことを言うんだろう。苛立つ気持ちが湧き上がってきたが、今は冷静になる時だとぐっとこらえた。念書に目を通していたユージの動きが止まった。おい、この慰謝料の項目は何だ？なんで俺が払わなくちゃならないんだよ。どちらかというと真面目に働いてない陽子が払うべきだろ。バレてないとでも思ったの？本当に能天気だね。私はそう言い、淡々とテーブルの上にとある書類を並べた。それを見てユージの顔はどんどん青くなる。毎日残業お疲れ様でした。今まで頑張って働いてくれてありがとう。ユージは仕事大好きだよね。だって浮気相手と一緒にいるの楽しいもんね。そこにはユージと女の人が仲良さそうに腕を組んでいる写真があった。この人はただの後輩だよ。腕を組んでいるように見えてるだけだろ。それで揚げ足を取ったつもりなのか？まだそんなこと言うんだね。それじゃあこれはどう？私はもう一枚の写真を突きつけた。ユージとさっきの女の子がホテルへ入っていく様子が写っている。これで降りるかと思いきや、なぜかまた逆ギレしてきたのだ。こんなのでっち上げだろ。最近の加工技術はすごいって知らないのか？こんなので俺を騙せるとでも思ってるのかよ。私は大きなため息をついた。まさかここまでしつこいとは思わなかった。でもこんなこともあろうかと私も手を打っていた。これは私が取ったものじゃないよ。もうそろそろ来ると思う。ちょうどその時家のインターホンが鳴った。ユージは何が起こるのかと目が泳いでいる。私が玄関へ迎えに行き、リビングへ向かった。私の担当弁護士の方です。この証拠は更新所の人に頼んだから加工しようもないよ。疑うなら今から電話して来てもらおうか。はじめまして、陽子さんの弁護士をしている桂です。今後は私を通して
離婚の話し合いを進めていきます。それで写真に何か不満な点があるのですか？すべてお答えしますよ。桂さんの余裕の笑みを見て、ユージはかなり焦り出した。仕事が忙しいと残業していたのは嘘だったのだ。会社には定時で帰っていると更新所の調べで分かっていた。収入が変わらなかったのはそういう理由だった。残業していないなら増えるわけもない。それから夜遅くまで浮気相手と過ごしていたのだ。浮気が発覚して私の中で一つ納得した点がある。それはユージが一人になりたいと言い始めたことだ。本当は浮気相手と一緒にいたいからそう言ったのだろう。今回依頼した弁護士はかなり凄腕の人だった。この人と私をつないでくれたのがあやちゃんなのだ。実はあやちゃんのお父さんは有名グループの社長をしていた。パパはスーパーヒーローだという言葉は嘘ではなかったのだ。事情を聞いたあいちゃんのお父さんはすぐに更新所に連絡して弁護士を紹介してくれた。ここまで大げさにしなくてもと思っていたけど、探せば探すほどユージのあらが出てくる。それに怒りを覚えて徹底的にやろうと私も気合を入れたのだ。自分の手柄みたいな言い方しやがって。慰謝料が欲しいのか？それくらいくれてやるよ。俺には3億あるから、そんなはした金すぐに出せる。もう用がないならさっさと出ていけ。二度と顔も見たくない。そんなこと言われなくても出ていくよ。今後何かあったら弁護士を通じて話をしてね。私のところに直接来たりしないでよ。誰がお前に会いたいなんて思うか。最後にそう暴言を吐いた。私は何も言わずに荷物をまとめて家を出た。ユージじゃなければもっと聞いていたのかもしれないけど、彼は最後まで彼だった。どこまでプライドが高い人なんだろう。そんなことを思いながら家を出た。これで私の復讐の物語は終わったと思っていた。それから数ヶ月後、事件は起こる。アパートでの新しい生活にも慣れてきた頃だった。何よりストレス源がなくなったのが大きい。はじめはやはり離婚したいという事実にショックを受けていた。でもユージに対する恋心はこれっぽっちも残っていない。だからすっきりした気持ちでもあった。それなのに引っ越したアパートへ押しかけてきたのだ。頼む、話を聞いてくれないか。お願いだと玄関先で大きな声で叫ぶので、私はしぶしぶ中に入れた。一体何の用なの？もう関わらないでって言ってよね。ニヤニヤしながら私の部屋中を見回している。本当に気持ち悪くて仕方ない。まあでも俺と離れた割にいい家住んでるんだな。この広さで二部屋もあるなら一つはすぐにでも俺の部屋にできるな。何言ってるの？他人と暮らすわけないでしょ。そんな冷たいこと言わないでくれよ。かつての夫婦だった仲だろ。正式な手続きであなたとは他人になっています。それよりもご用件は。そんな言い方するなよ。怖いぞ陽子。まあなんていうか、俺にはやっぱり陽子しかいないって分かったんだよ。お前も俺といる方がいい暮らしができるだろう。浮気相手と豪邸に住む私といたのは仕方なくだったんでしょ。別に私はあなたと一緒にいなくても困りませんけど。違う、本当は本気じゃなくて一時の気の迷いだったんだ。俺には陽子が必要なんだよ。お前も強がってるけど本当はそうなんだろ。3億円が手に入るからお前は用済みだって言ったのはあなたでしょ。そのお金で次の奥さんでも見つけたら。違うんだよ。ユージは突然泣きながら話し始めた。実は3億円が手に入るって言ったのは宝くじが当たったからなんだよ。でもよく見たら番号が違ってたんだ。俺の早とちりだったんだよ。一体何を言っているのだろう。私は呆れて言葉も出なかった。お前と別れる理由をずっと探してた。だから番号を見間違えてしまったんだと思う。3億手に入ると思ったらすぐにでも離婚して好き放題できると思って。私が
冷たい目で見ていることに気がつくと慌てて。でも安心してほしい。相手との関係は終わらせてきた。今後は陽子だけを愛していくよ。だからやり直してやる。お前はまだ俺のことが好きだろ。何、好き勝手なこと言ってるの。そんなの私は知らないわよ。勝手にして。頼むよ、助けてくれよ。3億円入ると思って上司に散々悪口言って仕事も辞めたんだ。今更取り消してくださいなんてことも言えないし、金がないと分かった途端に彼女も音信不通になっちゃうし。ユージは浮気相手からも見放されたようだ。それはそうだろう。仕事も家もなく大金もなくなったバツイチの男なんて誰も相手にしないだろう。だからローンも払えないし住む家もなくなったんだ。陽子だけが頼りなんだよ。だから知らないって言ってるでしょ。これ以上ここにいるなら私もそれなりの対応を取るよ。離婚するときにサインした念書のこと忘れたの？約束を破った場合、慰謝料を5倍にして請求すると書いてあったような。お前いい加減にしろよ。カッとなったユージが手を振り上げようとした。そんなことしていいの？私に手を挙げたりしたら即通報、傷害罪になるかもね。このアパートは防犯カメラもあって、逃げてもカメラにあなたの顔ははっきりと映っているでしょうね。その言葉に顔を青くしたユージ、今すぐ出て行って、じゃないと不法侵入で通報するわよ。通報という言葉にビビったユージは逃げるように出て行った。途中階段から転げ落ちるような音がしたが、私は気にせずドアを閉めた。それ以来ユージが来ることはなかった。後日義両親が私のところへ謝りに来た。まさかこんなことになっているとは思っていなかったらしい。そこでユージの近況を教えてもらうと、ユージはあの時階段から転げ落ちて足を骨折したそうだ。2ヶ月の入院をすることになり、さらに出費が重なってしまったというわけだ。しかし家のローンや私への慰謝料もあるので、なるべく早めに働かなくてはいけない。上司に泣きながら在宅でもいいから退職を取り消してほしいとお願いしたそうだが、辞めるときにかなりの悪態をついたらしく、再就職は許されなかった。慰謝料は義両親に立て替えてくれたため、それを返す分とローン返済があるからこれから大変だろう。まさに自業自得とはこのことだ。落ち着いてからあやちゃんのお宅へ伺った。無事解決したことを伝えるととても喜んでくれた。いつもあやがお世話になっているので、いつかお会いしたいと思ってたんです。あんな形になるとは予想していませんでしたが、僕は知り合いに声をかけただけです。本当によかった。陽子先生がまた笑顔になってくれて私も嬉しい。まさに人生を変えてくれた人だと言えるだろう。頭が上がらない気持ちでいっぱいだ。旦那には見下されたけど、保育士をしていたからこそ今の私がある。一つ一つの出会いを大切にしなければならないと心の底から思った。より一層仕事が好きになったので、これからも頑張っていきたい。